101 Inter FM American Box 9時台はバラカンボックス。ピーターさん、今日は何でしょうか？月曜日に一度紹介したドニーハサウェイの新しいボックスセット Never My Love、 もうアメリカ版は出てますね。日本版は11月27日の発売なんですけど、はい、月曜日はディスク1 の、 主にシングルだけで出てたバージョンだとか、そういった曲をかけたんですけど、はい、今日はディスク2のスタジオ録音の未発表、はい、の中からいくつか紹介しようと思います。まずはこのボックスセットのタイトルにもなっている Never My Love、 この曲、今年の4月にレコードストアデイっていうのが毎年行われるんですけど、その時にね、いろいろなアナログ版が発売されるんですね、はい、その中でこの曲ともう一曲がこうカップリングで7インチ版のシングル版として、まあ、限定発売だったんですけど、はい、そういう風に出て5月にこの番組で一度紹介したんですけど、その曲 Never My Love、もう一度紹介しましょう。これはこの解説によると1977年にアドリーシーブラザーズという人たち のバージョンでヒットしたことがあった曲ですね。それをカバーした形になっているようです。違うわ、73年録音だから、はい、ドニーが録音したけれど出さなかったんだね。その後にこのアドリーシーブラザーズが出したものがちょっとヒットしている ということになります。とにかくドニー・ハサウェイのバージョンで聴いてください。 Never My Love。 You ask me if there'll come a time when I grow tired of you。 Never My Love。
by Never My Love。 1973年11月どこで録音されたかは不明ですが、おそらくこの時代のドニー・ハサウェイ、発表してない曲はレコーディングはしていてもミックスまではしてないんでしょうね、はい、でマルチトラックのマスターテープが残っていて、まあ、そういった未発表のものを今回このボックスのために、新たにミックスしたんではないかと想像するんですけど、とにかく音は素晴らしいですね、はい、まあ、演奏ももちろんいいし彼の歌ももう感激しますね。そのドニー・ハサウェイはね、自分の歌に対してね全然自信を持ってなかったんですって。この解説を読んでるとね、何人か の関係者、彼の友達だとかあるいはプロデューサーだとかエンジニアだった人たちがいつもね本人がそれで悩んでいたっていうんですね、うん、もっともっとうまくできるはずだとかね、とにかく自分の声を聞くのも好きじゃなかったとか、ちょっとにわかには信じがたいぐらいのことなんだけど、うん、今の曲について、もう本当に解説を先にちゃんと読めということですね。この曲のオリジナルは1967年に The Association というポップグループが、出したもので、これはポップでヒットしていた曲なんだそうです。だからカバーはカバーなんですね、はい、でそれを作曲したのがさっき言ったアドリシー兄弟という人たちで、彼らが自分たちのバージョンを77年に出していたと。失礼いたしました。さて、これに続く、このディスク2の2曲目っていうのはちょっと驚くものですけど、カントリーっぽい、ドニー・ハサウェイです。皮肉にも A Lot of Soul というタイトルです。 I never was great, I guess just average. Lord, I never had the touch that brought me gold.To sing my song of life with a lot of soul, and I go with feeling. I'd say.Fancy, but Lord, you know I love that woman so. There were those who'd give her more, more and better, but didn't I love that woman with a lot of soul? And I'd goSay with soul, I do with meaning, but did not love that woman with a lot of soul. I'd say with meaning.
ルバムほとんどの曲は作曲のクレジットが書いてあるんですけど、この曲は書いてないっていうことは、まあ誰が作ったかわからないんですね。A Lot of Soul。演奏はもう完全にカントリーになってますね、はい、スティールギターもそうだし、まあ、ピアノは当然ドニー自身が弾いてるんだと思うんですけど、あの歌だけがあの確かに A Lot of Soul という、うん、そんな感じはあります。でこれあの解説にまた書いてあるんですけど、そもそも、ドニー・ハサウェイをアトランティックレコードにあの誘ったジェリー・ウェクスラーという重役は一時期あのカントリーのレコードをプロデュースしていたんですね、ウィリー・ネルソンが本当あの 2,3 年だったと思うんですけど、70年代にアトランティックに所属していることがあったんですけど、その、ウィリー・ネルソンのレコードをジェリー・ウェクスラーがプロデュースしていて、そのバックにドニー・ハサウェイも入っていたので、カントリーとのつながりが全くないわけではなかった、ということです。さあ次はインストゥルメンタルの曲なんですけど、こちらもまたあの作曲がわからないようです。タイトルからしてこれは多分当時はジャムセッションではなかったんだろうか。 Let's Groove。Pocket, and that's what life is all about. I just got back to London town. Been places I've never been before. I tell you people I'm happy, and that's what life is all about. As far as my grooving is concerned, there's nothing that pays more to me.
ですね。だから多分これはレコーディング用に撮ってたんじゃなくて、スタジオで、まあ、半分曲ができたような感じで、それを流しながら、まあ、ジャムセッション的な、そんな感じがするんですけど、はい、まあ、この頃のドニー・ハサウェイはとにかくね、何も発表されてないんですね、この後は、うん、ただ、この、まあ、4枚組のボックスセットのうちの半分は、未発表の音源になっています。今のは先ほどインストゥルメンタルと言ったんですけど、後半の部分が印象に残ってて、はい、ボーカル入ってましたね、失礼しました。最後に聴いていただくのは、インストゥルメンタルの曲なんですけど、もうちょっと短い、曲なんです。タリーランド、聴いてください。という短いインストゥルメンタルを聞いていただきました。このドニー・ハサウェイの Never My Love The Anthem